や、カオルニだ。はい、ということで今回はちょっと遅いお昼ご飯を食べに行きたいと思います。イエーイ。今日何を食べるかと言いますと、お肉、お肉です。でね、今まで私がちょいちょい激安なものとかも紹介してきたんですけど、最近ちょっと激安系を紹介してないなと思いまして、今回久しぶりに激安のお肉を紹介していきたいと思います。お肉といってもね、まあ、牛肉、豚肉、鶏肉とかもいろいろあって、私が今までサムギョプサルの激安のお店とか、あとホルモン激安のお店とか紹介してきたんですけど、今回紹介するのはデペサムギョプサルの激安のお店でございます。前回私が動画で薄いお肉は食べた気がしなくてあんまり好きじゃないって話をしたんですけど、コメント欄で 2,3 枚一緒に食べれば美味しいよみたいなのがあったので、今日は食べに行きたいと思います。駅が、私も初めて聞いたんですけど、キョンチャイ病院駅、警察病院駅です。ございます。で、号線が3号線で、近くにはチャムシルとか、あとは高速ターミナルとかからも1本で来れる駅です、3号線。ということでね、初めて降り立つ駅なんですけれども、ここから歩いて、まあ、10分弱ぐらいらしいので、3号線の警察病院駅の一番出口から出て歩いていきたいと思います。それでは向かっていきたいと思います。ゴー。はい、じゃあこちらキョンチャイ病院駅、警察病院駅を出たら、これね、前に大きい交差点があるんですけれども、それを渡らずにこのまま、右に曲がります。そしたら前にゴンチャが見えるので、そのゴンチャの前の横断歩道を、ね、渡ります。最初の横断歩道はとても良かったんか。あ、いえ、あ、カンさんにだ。で、渡ったらまた右方向です。そしたら、横断歩道1個渡ってすぐね、左に曲がります。はい、そしたら狭い石炭がありますので、狭い石炭の方に渡って、右に曲がります。はい、見えました。チョンチュンデペ、デペ삼겹살1인분1900원。ここです、チョンチュンデペ。はい、今日はここに入っていきたいと思います。여기デペ삼겹살몇グラム부터시키는거예요？저희1인분에못하니거든요。네，바로1인분에사도아진짜요？네，그러면3인분3인분그옆에셀프가있어요。바로이용하실수있어요。네，이거샤브샤브육수고요。아，이거샤브샤브해서먹어도되는거예요？네，드시고싶은거는다저기서가져오시면돼요。네，알겠습니다。감사합니다。今回はここのデペ삼겹살のめちゃめちゃ安いお店に来たんですけれども、ここのお店の何がすごいって、とりあえずまず最初にめちゃめちゃ安いこと、1人前が 100g なんですけど、 100g 190円マジで。で、しかも1人前か頼めるということでね、まあ、1人で来ても食べれるんですけど、もう一つすごいのはここね、入場料っていうのが別で1000ウォンあって、それはまあ絶対に払わなきゃいけないんですけど、それ払うと野菜、おかず、ソース、それから飲み物、アイスクリーム、コーヒー、全部セルフで無制限です。食べ放題飲み放題です。めちゃめちゃ安くない？マジ見つけた時超びっくりしたんですけど、まあ、とりあえずね、これだけ安いということで、はい、それではね、ちょっとセルフコーナーの方を一回見に行きたいと思います。はい、じゃあこれがサンチュエゴマの葉、それから
唐辛子とネギ、マヌ、長ネギ、小さり、コーン、それからピンクの大根、あ、めっちゃ美味しそう。キムチ、もやし、長ネギです。コーカル、カレー、カル、ソース、お塩。からソースもここに。パジョリソース、ホギソース、あ、これはサムジャンかな、濃いアメリカの、薄いアメリカの、アイスアメリカのエスプレッソ。からここがアイスクリーム。そして、これがドリンクバーです。中村サイダーないからココボラにする。それでは、いただきます。ですね、とりあえず、今回私飲んだのはデペサムギョプサル3人前と、コンギッパご飯です。ご飯とケランチン、はい、でコンギッパとケランチンがなんと100円です。お肉も1人前190円。それでは焼いていきたいと思うんですけど、私デペサムギョプサルって焼き方よく分かんなくて、もういいのかな、そこ焼けるじゃん。はい、じゃあ食べていきたいと思います。まずはお肉だけ食べる。はい、いただきます。え、食べやすい。うまっ。デペサムギョプサル、デペサムギョプサル美味しいわ。牛の肉だから、牛肉だから結構ね脂っぽいんだけど、これサムギョプサルの薄いやつだから全然ね重くないです。包んで上に包みます。高いとかこの大根と一緒に食べると結構美味しいんだけど、デペサムギョプサルは、ちょっとしゃぶしゃぶもしてみたいと思います。しゃぶしゃぶ、でもこれしゃぶしゃぶ何つけたらいいんだろう。これもサムちゃん、最近ツイッターでも言ったんだけど、大学生の頃留学してたから、なんか留学ビザがバイトができないビザで、月一の仕送りの中でなんとかやりくりしてたんだけど、お湯沸かしポットみたいなやつにお湯沸かして、そこでなんかよくしゃぶしゃぶやってたんだけど、本当にお金ないのにしゃぶしゃぶが食べたすぎて、白菜だけ買ってきて白菜パーティーとか言って、白菜だけ茹でて白菜をポン酢につけてうめえとか言って食べてた、そう思い出があるから、しゃぶしゃぶはなんかすごい懐かしいけど、私やっぱりしゃぶしゃぶはポン酢につけて食べたいから焼いて食べる。なんか韓国人は男の人がなんかお肉焼くのが当たり前って言ったけど、横のテーブルは女の人が焼いてる。でこうやって豚の油が流れてくるところにキムチを置いて炒めると美味しい。お肉、サムジャン、キムチ、マヌ、ご飯、ケンリプサンチュ。
クッキーのトッピングがあったのでそれにしました。アイスクリームの元にあるバニラ味の液に水入れて、はい、ということでごちそうさまでした。もうね、満席なのでちゃっちゃと締めをしてね出たいと思います。以前私薄いお肉デッペンサミギョプサルとかチャードルバーゲンあんまり好きじゃないって言ったんだけど、ごめんなさい。私結構こう噛む食感とかが好きで、口の中いっぱいで食べるときが一番幸せなんですけど、薄いお肉だとね食べた気がしないなと思ったんですけど、結構何枚 4,5 枚一緒に入れたらね美味しかった。サムギョプサルとかって結構噛み切れないとか、なんか暑かったりすると食べるの大変なんですけど、デッペサムギョプサルだったら薄いし食べるのもねすごい楽です。で今回実はその価格がめちゃめちゃ安いから、まあクオリティは全然期待しなくて、まあこんだけ破格のデッペサムギョプサルがあるよってことをね教えたくてここに来たんですけど、味も美味しかった。野菜の新鮮度もやばいし、だからアイスもまあちょっと薄かったけど良かったし、まあしゃぶしゃぶがねできるっていう想定外のこともあったし、なんだかねすごく満足です。でお肉だけじゃなくてケランチムとかコンギパップとかもなんか安いし、あとはランチメニューみたいなのもあるので、しかも1人前からダメだと思ったら1人前から OK で、まあ1人前多分すごい少ないから、私も今3人前食べたけど、そこまでお腹はち切れるほどいっぱいじゃないので、多分ね私ぐらい食べれる人は全然5人前とかいけると思います。でここがちょっとソウルの中心地ミョンドンとかからはちょっと遠いんですけど、チャムシルの近くなので、オリンピック競技場とかで多分コンサートとかするためにこのチャムシルの近くにホテル取ったりとか、チャムシルの近くに来る用事がある人がいると思うんですけど、ここねぜひ来てみてほしいと思います。電車で来ると歩きも含めて22分ぐらいなんですけど、タクシー乗っちゃえばね10分で着きます。まあ、とりあえず美味しくて安かったです。おすすめ。ということで今回は激安テッペンサムギョプサルのお店の紹介でした。それでは今回の動画お役立ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントも全て読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。あと概要欄にインスタグラムとツイッターの ID 書いてあるんですけれども、急なお知らせとかライブのお知らせ、そちらの2つ通して行いますので、2つの方のフォローぜひお願いいたします。あとは概要欄にね追加情報などもいろいろ書いてありますので、概要欄の方ぜひチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。